皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問をいただきました。メトロノームで四分音符で鳴らして三連符は叩けるのに、八分音符を鳴らして三連符を叩くと叩けなくなります。わけがわからなくなりますっていうことなんですけど、これ一体どういうことかというと、例えば四分音符を鳴らしている状態で三連符を叩くと、こうワン、ツー、スリー、フォーっていう感じで、タヌキ、タヌキ、タヌキのタの部分にクリックが当てはまるので、三連符をね、見失わずに叩けるんですけど、例えばこれを八分音符で鳴らすと、こういう状態で、この状態でサンレンプを叩くと、一体クリックのどこに当てはまってるのみたいな状態になって、やりにくいみたいなね、ことっていうのは、よくレッスンとかでもやったりするんですけど、これをつかむ感覚としては、まずね、体の中のこうメトロノームで、8分音符をこう叩けるようになって、でそれで、手を加えていけれたら、手はどういう風に当てはまってるかっていうのをしっかりと理解して、叩くことで、メトロノームともちゃんと合わせられるようになるので、どういう風に合わせるかっていうのをね、ちょっとステップを踏まえてやってみると、まずね、第一のステップとしては、足で8分音符を、叩く。これね、すごくゆっくりで。で叩いて、まずはね、この1 and 2 and のこの足1個で低3発、言ったら6連符になるんですけど、タヌキ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 を叩いてみてください。こうこれで、右手をハイタムにして、ドッパ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 、こう、これの左手を抜いてみます。ドンドツトンっていう感じで、このハイハットが入るんですけど、これがね、8分の裏の入るタイミングですよね。タンタツタンタンタツタン、トンカツパントンカツパンみたいな。まずは片手で叩けるようになって、左手でもできるんでしょうかな。こうでも、このトンカツパントンカツパンできるようになったら、交互にやってみる。こうでやるとちょっとつられてしまうんで、だからつられてやばいなと思ったら、もう一回片手に戻るみたいな。これでスピードが上がったら3連符、このこのこいつの入ってる場所をしっかりと掴めたら、クリックが入っても、タン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 タツタンタンタツタンタンタツタン、トンカツパントンカツパン。っていう場合は、もうね、激遅でクリックに合わせてみて、タンタツタンタンタツタン、トンカツパントンカツパン。
で、入ってる場所を、まあ、とりあえず体で8分音符でこうメトロノームを作って、で、それのどこに当てはまってるかっていうのをしっかりと理解するっていうことが、まあ、メトロノームに合わせるっていうことも大切になってくると思うので、メトロノームに合わせるときに、こう、合ってるかどうかわからない状態で練習しても、もうね、全然意味がないので、なので、しっかりと、あ、こう当てはまってるっていう、このいけてるっていう感覚をつかみながらやっていくことが、大事になってくると思うんで、なので、まあ、体の中にこうメトロノームを取り込んで、で、その状態で3連符をぜひ頑張ってみてください。そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。